諸々陽気とどまりて初めて退きやまんとすればなり。ようやく暑さが収まる頃、秋の嵐が吹き荒れます。昔台風は野脇と呼ばれました。野の草を分けるような強い風、野脇が去ると風見舞いと言って親しい人の安否を気遣い訪問したそうです。互いに慰め励まし合って人生の嵐を切り抜けていたのかもしれませんね。京都には古くから子供のためのお盆があります。地蔵盆、地蔵菩薩は地獄の鬼から子供を救うと信じられてきました。各町内にお地蔵様を祀る祠があり、その数は5000にも上ると言われます。都を挙げて小さな命を大切に守り続けてきたんですね。空気が澄んだ秋の朝、草花に光の雫が宿ります。京都には24の季節があります。